はい、皆さんこんにちは、クーガです。今回なんですけれども、レタッチはしていくんですけれども、いつもと違うところとして、かなり取って出しの録音量が、いいんですよね。もっといつもアンダーで撮ったりしてるんですけれども、これ多分朝方相当朝早い時間ですね。6時とか5時とかそんな時間だと思うんですけど、光の具合とかちょうどよくて、多分シャッタースピードもそんな速くないんですよね。640分の1ぐらいで、F1.6、 多分これは絞り切れてないだけですね。で、結構ピントもがっちり合ってて、逆光のこの紙のライン、しっかり光もいい感じに当たっているっていう、撮って出しのクオリティが高い写真なんですけれども、正直こういう写真っていうのはあんまりレタッチしすぎない方がいいです。自分のいつものレタッチみたいにこうグリグリ、RGB カーブとかトーンカーブとか曲げるのいいんですけれども、曲げすぎちゃうとやっぱもったいないですよね。結構ね、自分もそういうこと言われたりするんですけれども、もう本当にその通りだなと思って、ただ自分は撮るの下手くそなんで、やっぱり、レタッチで、こう工夫していったって感じですね。最近はだいぶ上達したとは思うんですけれども、それでもまだまだ自分はかなり下手くそです。こういう写真っていうのは基本的にはもう本当に基本補正とか軽いホワイトバランスとか、HSL の補正するだけで、終わるんですよね。こんな感じで、もうコントラストを上げるだけでもかなり雰囲気変わるみたいな、感じなんですよね。なんで、今回はこのトーンカーブは、使うんですけれども、もう本当に動かさないです。こんな感じで、みたいな感じで動かして、あとはもう、極力、これも左とか右とか振りすぎない。全体的に、ほんの少しずつ調整して、写真のクオリティを上げていくってことをしていきたいですね。ちょっと仮想コピー作っておいて、はい、もうすぐ、はい、来ました。ちょっとパソコンもね、そろそろ借り替えないとまずいですね。はい、で、ヒストグラム見た感じ、でもそんなに割れてないんで、いい感じですね、グラデーションついてて。で、見た感じ、ちょっと暖色結構なんですけれども、今回、さらに暖色ないです、暖色にしていこうと思っているので、そんなに曲げる必要ないですね、全体的に。トーンを、ずらす程度で。ちょっとイエロー側に今持ってったんですけれども、ブルーを抜いて、ちょっとイエローな感じにしていこうかな。こんな感じですね。あるのとないのであれば、こんな感じです。別にホワイトバランスで動かしてもいいと思います。で、RGB カーブなんですけれども、今回ちょっと海外チックにしたい。海外チックまではいかないですけど、こうハイライト落とすの好きなんで、ハイライト落としていきたいと思います。で、シャドウの部分は、こちらのポイントカーブで、黒つぶれギリギリまで、やっていこうかなと思うので、この辺は、ハイライトを、シャドウ部分取りかかるぐらいまで、まっすぐ来て、ほんの少しこの辺でコントラストを上げて、この程度でいいかなと思います。好みです。ぶっちゃけ。で、こちらのポイントカーブで、シャドウを落とす。こんな感じですね。はい、で今回はコントラスト最初からいじってないんですけれども、基本音声で多分十分間に合います。もしかしたら後でこう右に入るかもしれないんですけれども、コントラスト上げると再度上がるので、あと明瞭度もちょっと落とそうかなと思っているので、再度上がる可能性もあります。だいたいこう上げすぎても良くないので、50ぐらいかな、45、1も45とかで一回様子見て、かなりサイドが強くなっているので、一旦サイドをマイナス5ぐらいしておこうかな。で、ハイライトと白レベルも今回あまり落としすぎたくないので、気をつけながら。で、今かなりコントラストがない状態ですね。で、一旦、色が見やすい状態で、HSL カラーに移っていこうかなと思います。レッドの色は今回は、右にちょっと寄せるんですけれど、オレンジを今回左に。結構がっつり持っていきたいんですけど、マイナス12ぐらいが限界ですかね。で、イエローもオレンジ側に。で、グリーンとか今回ほぼないと思うので動かさなくていいですね。アクアもほぼないので動かさずに。これも大丈夫そうですね。出てきたらちょっと調整入れますかね。パープルマゼータもないので、もう動かさなくていいですね。レッド、レッドはやっぱ唇の色とこの鼻のあたりの影とか、これにレッド寄ってるので、そうですね。マイナスもしなくていいで、オレンジだけマイナスに。で、イエローもマイナスにしていいですかね。イエローはこの光が当たってる部分の輝度を上げたいので、結構マイナスがっつり入れてます。で、この辺はちょっと変わんないんで、変わんないですね。動かさなくていいですね。で、レッドの輝度なんですけれども、これも2、3ぐらいですね。上げるとしたら。で、オレンジはしっかり上げます。ただ、上げすぎると肌白くなりすぎちゃうので、それも気をつけながら。20ぐらいですね。イエローも多分20ぐらいでいいかな。
と上げていかない、イエローは髪の方にあるので35とか結構がっつり上げてます。レンジは15ぐらいで1回様子見ます。でこの辺は多分ね上げてもあんま変わんないんで、動かさずにいこうかなと思います。で今 HSL カラーいじる前といじる後が、これいじる前で、いじる後ですね、色が抜いて、髪の光とか、顔の方の明るさが明るくなった感じですね。でシャドウ、今回はがっつり右の方に、かなり右に持っていきたいんですけど、15ぐらいかな、限界14、こんなもんですね。で、どうしようかな、ブルーはあんまり今回左に持っていくつもりないんですけど、とりあえずマイナス5で、レッドの座標を右に持っていきたいんですよね。だいたい、まあ、この辺でイエローぐらいになるので45で、オレンジ側にグリーンを右に持ってて寄せるって感じですね。35ぐらいが一番好きですね。ブルーをプラス15ぐらいにしますかね。なるとグリーンは45。30ですね。でサイドなんですけれども、レッド抜いてちょっと無機質感にした後に、ブルーを全体的に足す。ただ今回そんなサイドもいじらなくて良さそうですね。いじりすぎると痛い目見そうなので、ちょっと無機質な感じに、サイドは結構、低めに設定してます。でこの後コントラストとか上がったりするとまたサイド乗ってくるので、その辺も頭に入れてるといいかなと。そうですね、基本補正映る前に1回明暗別色補正をやりたいと思います。で今回はハイライトの方にブルー側を乗せようかなと思います。そうですね、どれくらいだろう、とりあえず、40ぐらいにしといて、10ぐらいで寄せますかね。200ぐらいですね、202で、シャドウ側に、暖色を乗せたいです。この辺の色ですね。でサイドが強いのでシャドウの、がっつり左の方に一旦持っていく。で持っていきすぎちゃうと、ハイライトになくなっちゃうんですけど、それも気をつけながらって感じですね。この辺を10、これ、ね、この色の感じが好きなんですよ、ハイライトの。20で一回我慢してシャドウは5ぐらいですね、いい感じ。それのどないのか、こんな感じですね。ちょっとイエローかけた感じ、で、こちらシャドウと黒レベルを、調整していくんですけれども、コントラストしっかり使っていいですね、こちらの。ちょっとまだ様子見てるんですけど、25で先に明瞭度を落として30、35、40、40、かなりコントラストつけてるんですけど、明瞭度落としてるんであまり違和感はないと思う。ここまで来ると割と、そうですね、黒レベルの方も上げてこれるのかな。いや、シャドウを上げて、ダイヤモンドですね、自分がよく。今回はちょっとハイライト強い、多分オレンジの輝度はこれ以上下げたくないんですよね。こんな感じにして今かなり明瞭度と、明瞭度落ちてるんですけれども、今からブラシ使って中和していきます。15。ちょっとこれピンク側にしたいですね。どっちだっけ？いや。緩くシャドウを持ってったので、今からこちらの、だいたい今テクスチャが10ぐらい。今15だったんで、10ぐらい。で明瞭度を、さっき40だったと思うんで、33ぐらいかな。で
これをもう顔にしっかりかけちゃっていいですね。髪の毛とかも多分いいと思います。髪の毛はかけないかな、ちょっといかもですか、うん、で、この辺の襟とか、光が当たってる部分にかけて、髪の毛は結構細かくかけてあげた方がいいかもしれないですね。前のゆきのちゃんの動画で多分やったと思うんですけど、やり方は一緒ですね、基本的に。はい。で、シャープ、ど真ん中にドーンと。ちょっと上がってるけど。30、結構強めのやつを反転させてかけてます。これでかなり、パキッとした、明瞭度とか下げてるんですけれども、周りをさらに、柔らかくしてパキッとさせた感じですね。で、ここに自分が好きな粒子を、細かいやつを入れていきたいんですけれども、サイズは2とか。で、適用量、粗さは35ぐらいで。適用量25で。ほんの少しですね。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、このザラザラ感を意識しています。うん。いい感じですね。だいぶ。肌のところがやっぱちょっと明るいかな。けどあんまり上げたくないんですけど。ブラシ使いますかね。結構いじりましたね。ちょっと海外チックな感じに、ゴールデンな感じにしたんですけれども、ちょっと思いのほか楽しくて切っちゃいました。で、シャドウがマイナス15、これでかなりコントラストをつけてる。だから大体この髪の毛のこの暗い部分っていうのは、こちらのシャドウをいじってるわけです。こんな感じで、バリ強い。で、RGB カーブとかはもうほぼ使ってないです、今回。RGB カーブじゃないね、トーンカーブ。チャンネルは使ってなくて、この辺だけ少し下に、曲げてコントラスト、シャドウ部分を作ってるって感じですね。で、あとは HSL とかも今回ほぼ色がないので、まあ、ゴールデン寄りの色にしてるので、そんなにいじるものはないって感じですね。本当はグリーンとかブルーとかだったら全部左に寄せてサイドマイナスにしたいみたいな感じにしないといけないんですけれど、まあ、そんなに難しくはなかったって感じですね。はい、本当はこれ輝度とか、輝度じゃないですね、色温度とか上げていいと思うんですけれども、ちょっと自分がもう無理やり、もうやりづらいリタッチとかしちゃってるんで、その辺はもっとやりやすく工夫していただいて構わないかなと思います。全体のシャープを上げてない理由としては、この背景にシャープかける必要なくて、被写体さんにかかればいいっていう、意味ですね。で、あと、まあ、やることとしては、瞳の中に明瞭度とか、あと明るさとか入れたりして、パキッと、さらに、印象的な写真にしたり、感じですね。まあこの辺も好みなのかなと思います。はい、今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタンしていただけると嬉しいです。現在、購入者限定のプリセットコンテストを、行っていますので、そちらも参加していただけると、嬉しいかなと思います。かなり倍率は低くなっているので、まあ、受賞確率も高くなるのかなと思います。はい、次回の動画は明日か明後日になるかなと思います。ありがとうございました。